で、後々のこのね、テレサちゃん。これもね、30ぐらいにあったんですよ。これが3つぐらい。こういう風に感じで、やってたんですよ。で、本当に、針の穴を通るようなぐらいじゃないとダメ、みたいな感じになってたんですよね。これ1個だけここら辺かな？で、こんな感じで。はい。ただね、まあ、ここ通ること自体は、ま、難しいことは難しかったんですけれど、まあ、通れないことはないって感じだったんですけど、こっちですね。あの、砲弾ジャンプのところ。砲弾ジャンプするときのここのところにテレサさんがいて、これがすげえ鬼畜になっちゃったんですよ。これのせいでキラーの調整がうまくいかないみたいな。これ、わん、ちょみたいな感じになっちゃったんで、これはさすがに難しすぎるかなと。そういうのがあったんで、この砲台のためにこのテレサちゃんたちは、はい、犠牲になってしまいました。はい、こんな感じですね。で、この先です。この先にですね、まあ、クッパちゃんの、コクッパちゃんかな？コクッパちゃんジュニアがいるんですけれど、こちらもですね、あの、パート1の時に、用意したんですけど、まあ、ちょっとね、スルーされてしまったんで、今回は強化バージョンということで出してみました。はい。羽のついたコクッパですね。それに下にこのノコギリがいるという。まあ、前々回よりも難しくなったコクッパくん、クッパジュニアを出す形になりました。やっぱせっかく作ったんでやってもらいたかったなっていうのがあったんで、はい。こんな感じでね、用意してきました。OK。最初ね、この甲羅もね、実は救済装置用意しようかなと思ったんだよね。失敗しちゃった。あの、上の方に、甲羅が出る土管を作って、まあ、こいつを倒さないと上にはいけないという感じにして、その、甲羅が消えてしまった時用の救済装置、こんな感じで用意してたんですよね。ただまあ、それだと簡単すぎるかなと思ったんで、今回は用意しなかったんですけど、こちらですね、実はイージーモード、レトヤに渡したステージのイージーモードというものをもう一つ作ってまして、そちらの方には用意しておきました。イージーモードはだいぶ救済装置があるんで、このね、ブレイクユアハートができない人は、イージーモードならクリアできるって人は多分だいぶ多いと思うんでね。どうしてもクリアできないって方は、イージーモードでちょっと楽しんでみてください。はい。で、この奥に行きますと、こちらですね、ハテナブロックがあります。このハテナブロックを持って先へ進むって感じですね。矢印の通りに進んで、で、この奥に進む。で、このさっきのね、ところに戻りまして下に行くという、そういう感じですね。まあ、ここのギミックなんですけれど、まあ、レトロの動画を見た方はわかると思うんですけどね、ここショートカットがあるということで、私ですね、ちょっとまあ、気づかなかったというか、実はですね、このドッスン、完成終了間際に、つけたものなんですよ。このね、ドッスンの上に乗って、で、この上の、土管に入るという。まあ、入るの難しいんですけど、入れないこともないという。そういう感じのギミックですね。いやー、実はね、その、当初のステージから、実は3分の1ぐらい削ったんですよ。長さを。その、今回のステージ、ちょっと難しい感じで作ったんで、まあ、長すぎるとクリアできないんじゃないかなというのがあったんで、ちょっとかわいそすぎるかなっていうのがあったんで、3分の1ほどコースを削ったんですね。その当初、レトヤンが俺にくれたステージの2ステージ目、すごい長かったんで、その長さと同じぐらいの長さで作ろうと思ったんだけど、やっぱ難しいんだよね、全体的に。俺の中では。だから、さすがに長すぎるとクリアできないかなって思ったんで、3分の1を削ったと。3分の1削った後に、ちょっとじゃあ、難易度を上げた方がいいのかな。ちょっとだけ難しくしようかなと思って、ここにドッスンを配置したんですよ。この土管から進んでって、あ、ワンワンがいる。なんだろうなって、ここまで来た後に、あー、なんだよ、上から来るのかよみたいな。下に目線を行かせてる時に上から来るみたいな。そういうちょっとだけ難しくする要素を加えようと思って、最後の最後で加えたのが、このドッスンなんだよね。なので、ここはちょっとね、デバッグが足りてなかったというか、一回もしてなかったんで、それはちょっと反省すべきだったかなとは思います。今となってみたら、ここの土管の中、この土管の先ですね、この P スイッチがあるところの、ところで逆走して P スイッチを取って戻ってしまうという。なので、ドッスンのところも、テレサのところも、クッパジュニアのところも、すっ飛ばしてしまうという、そういうショートカットができちゃったんですよね。それはちょっと、反省すべき点だったかな。欠陥になってしまったなというのがあったんですけど、これはあれかな？これをつけてれば完璧だったのかな？これをここに置いて、
こんな感じで。こうすれば土管からこっちが右側に行けないし、正規ルートでしか通れないっていう感じにできたからね。ここはちょっと失敗したかなと思いました。はーい。まあでもショートカット使ってもね、レトヤン最後にこっち側やってくれたんで、まあ良かったかなと思いました。はーい。で、こっちの先ですね、Pスイッチを持ってきて、はい、こちらですね。Pスイッチじゃなくて、ハテナスイッチか。マリオ U だとハテナスイッチなんだよね。なので、ここのあのコインのところで、ハテナというギミックを用意してみました。はい。これを押すと、このキラー君ですね。この下の矢印のところの先が正規ルートなんですけど、このままだと、進めないと。この砲弾があってね、前に進めないんですけれど、このハテナスイッチを押すと、この砲弾の下のブロックがコインに変わるんですね。そうすると、この砲弾が1個下に下がると。なので、道ができて、先へ進める。この右下の土管に入れるようになるという、そういうギミックでした。はい。こちら右側も説明しておかないとね。こちらはまあ、レトヤンの第2ステージであったギミックなんですけれど、まあ、2つ扉があって、どっちかに進むという、そういう感じですね。こちらコインで囲ってある方があるんですけど、あ、これコインあるからこっちが正解なんでしょみたいな区切り、下りできるでしょ実況中に。それ実況のことも考えて、あ、じゃあ右なんだなって。入ると、はい、レトヤンのオマージュですね。同じ形で、トゲを十字にやって、罠を作っておきました。下のね、氷ブロックでブギャーの顔文字も作っております。はい。で、あ、なんだよ、右側は罠なのかよ。じゃあ左か、と思って左に入ると、はい、こっちも罠ですね。テヘペロの顔文字をやっております。はい。まあ、意地悪マリオっていうか、まあ、今回タイトルが意地地区マリオなんで、意地悪要素も入れなきゃいけないなと思って、前回のレトヤンのさらに意地悪なバージョン。そういうのを仕返しにやってやりました。はい。で、こちらのブロックもあれですね。出しても取れないという。レトヤンお得意の意地悪を仕返しにやってやりました。はーい。はい、あとはこの左側の土管かな？これレトヤン入ってくれてよかったなと思ったんですけど、この最初ね、このキラーのところがあって、あ、なんでキラーの先進めねえじゃん。どうすればいいんだって迷った時に、あ、土管入れるんじゃないかなと思って。あ、じゃあちょっと入ってみようかなって気になるかなと思ったんですよ。で、これ入りますと、これですね、はい。控え室になっております。まあ、このトゲのね、コーラくんの控え室になっていて、これも実況のネタ的に面白いかなと思ってこんな感じにしたんですけれど、控え室になっております。はい。よかった、これ作っといて。でもこれも実はですね、初見殺しじゃなくてですね、入ってすぐ右側押せば戻れるんで、あーみたいな叫び声を残しつつ戻れるんでね、神回避ができるんで、これも要素として残しておきました。はーい。で、あとはこの先ですね、ハテナブロックを押して、よいしょ。で、右側行きます。で、下がったやつで行くと、今度は、おなじみのキラージャンプですね。まあ、ここはそこまで説明することもないんじゃないかなと思います。レトヤンも一発でクリアしてたしね。もう何回も出してるところなんで、まあ、ここはそんな失敗することもないんじゃないかなと思いました。よいしょ。くるくる、ポン、くるくる。あ、失敗した。やべえ。これは届くか？届くか？オッケー。で、こんな感じですね。はーい。で、これ右下にハテナブロックがあります。このままレトヤン気づいてくれたんですけど、もしね、これ、ジャンプ中に失敗して、あー失敗した、うわーって下に落ちた時に、あれ？ここ行けるじゃん。なんでここ？ってことになると思うんですけど、ここのハテナブロックには、このプロペラキノコくんが入ってます。でもこれ実は、取ることができません。はい。どんなに早くジャンプしても、取れません。ヒップドロップを使って下にやっても、よいしょ。ほっ。できない。オッケー取れません。なんだよ、ふざけんなよ、救済措置じゃねえのかよっていう感じで意地悪を作っておきました。はい、もう死ぬしかないじゃないってことですね。よいしょ。で、実はですね、レトヤン気づいてなかったんですけど、この砲台の左下のところにも実は用意しております。あ、取れなかった。ここもですね、ありまして、あ、ここにも何かある、なんだろうなんだろうと思ってやったら、はい、テレサが増えてしまう。ただの意地悪要素ですね。意地悪をふんだんに盛り込んだタイトルに恥じない意地地区になっております。完璧ですね。もう死ぬしかないじゃないという、そういう感じです。で、ここですね。ここレトヤン飛び越えてましたね。このトゲ、私これ気づきませんでした。飛び越えられるんだなと思って、これブロック一番上までやれば、これ飛び越えられないようになってたんですけれど、このマリオメーカーの仕様だとトゲが一番上だとダメみたいですね。なので、このギミックを作りたいときは、こういう風に壁を一番上に1個ブロック置いとかないと上を通り抜けられちゃうみたいですね。ここも最初気づきませんでした。うん、悔しいです。はーい。
で、この先に進みます。ここね、土管に入りますと、ブラックフラワー、ブラックパックンがいるんですけれど、これ、成功法だと、パウを持ってきて、で、これを投げて、で、足場を作るという、そういう感じですね。でも実はこちらですね、三角飛びでいけちゃうんですよね、上。難しいんですけれど、三角飛びでポン、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 ストット。で、ここに乗ると。そういうことができちゃうんですね。なので、もしパンを持ってくるのができないって人は、救済措置も一応用意しておきました。で、この先ですね、このパンが合うところ、この弾幕なんですけれど、まあね、もうちょっと弾幕増やしてもよかったんですけれど、その赤キラーと、なんだっけ？ハンマーブロスがいるんで、若干ランダム要素が関わってくるんですよ。なので、その、アンチと言える場所がないんですね。なので、若干難しいのかなと思って、やめときました。はい。私的にはだいぶ楽に作ったつもりではあったんですけど、ここ難しいよというね、お声を結構いただきまして、ちょっと、あれだったのかなと、いうのは、個人的に思っております。そんな難しいのかなとは思うんですけれど、砲弾もね、踏めるんで、踏んでしまえばね、弾幕じゃなくなるんでね、そんな難しくないかなと思ったんだけどね、レトヤも結構簡単にクリアしましたしね、まあいい感じの難易度になっていったんじゃないかなとは思います。はい。で、この先ですね。この先、今三角飛びができないという、逆にできないという人は、まあ、この砲を使って全部、一掃して、で、こちら側へ行くと。そういう感じですね。はい。まあ、ここは特に三角飛びで行くだけなんで難しくないと思います。で、この先です。この右側罠になっております。最初ね、当初、3分の1削ったって言ってたんですけど、実はこの土管がもっと、奥の方にあって、で、もうちょっと長いギミックがあったんですよ。それを丸々カットしました。ちょっと長すぎるかなと思ったんで。だいぶ優しくなっておりますね、ここで。で、これ右側のはですね、罠になっております。こっちもあんまデバッグしてないんですけど、最後の最後で作ったんで。これはまあ一応乗ったらブブーってなるんで、あなた失敗なのか、あ、ここは罠なのかっていうのを分かりやすくはしといたんですけどね。コインでバツを作って、こっちは違うよっていうヒントも出しといたんですけど、こちらはまあ、乗って、最初は酒ゲーをしてたんですね、ここで。いろんなギミックがあって、それを全部避けていくという、そういうジェットコースターイライラ棒みたいな、そういうのを作ってたんですけれど、まあ、針だけにしときました。うん。まあ、ここはね、なんだろう、この先に何があるんだろうっていう感じにして、奥の方へ進むと、カニにやられてしまう。そういう感じのギミックですね。はい。まあ、ここはね、急遽作ったギミックなんで、そこまで凝ってないんですけれど、まあ、ここは罠ですよという、はい、感じですね。ゴールギリギリなんで、これはちょっと心折れるかなと思って作りました。はい。最後です。ゴールです。ゴールの手前ですね。こちらは、心臓の音を出して、金パックを出しました。ここ、まあ、針が右に、棒のところにね、ずらっと並んでるんで、普通にジャンプしたら届かないという感じになります。ここは、まあ、隠しブロックを、こうやって、出して階段を作るという感じにしました。ここね、最初コインでヒント出すか迷ったんだけど、ヒントは、まあ、出さなくてもね、普通に考えれば、あれ、これどうやって行くんだろうって考えた時に、マリオやってる人だったら、可能性として一つは隠しブロックを探す。で、もう一つは左側になんか足場があって、それに乗るのかなと思って大ジャンプを試みる。この二つぐらいしか選択肢がないんですよね。まあ、こういう場面に出会ったら。なので、まあ、おのずと隠しブロックを探し始めると思ったんで、まあ、あえてヒントは出さなかったです。まあ、ここね、ここで待機してても別に死ぬ要素もないし、考える時間はね、十分にあるんで、あえてヒント出す必要もないかなと。出したらつまんないしね。なので一応出しとき、こういう風に隠しブロックは、そのままにしときました。ただね、これ中にね、火の玉があるんですけれど、こちらはまあ、今までの原理と同じで、一回出して戻れば、消えるんで、そこまで難しくないんじゃないかなとは思います。はい。で、左上にもですね、もう一個隠しブロックを用意してるんですけど、こちらはまあ、罠になります。で、ピンポンピンポンっていう音が鳴ってるんですけれど、もう一個左上は、ブブーっていう、外れの効果音も出します。ここにはですね、テレサが入ってるんですけれど、まあ、別にここも積むわけではなくて、ちょっと若干難易度が上がるという、そういう感じですね。はい。まあ、越せないことはないです。で、ここから行けるかな？こう、で、乗ると。あ花火だけ無償になってましたけど、まあ、こんな感じで、この1個の上の丸だけですね。ここしかもう成功判定がないという感じになりました。こっち側に行っちゃうと失敗ですよという感じですね。これ、もしかしたらバネからジャンプでここ行けるかもしれないですけどね。どうだろう、行けるのかな、試してないですけど。行け。ほっ。いけないかな、高さ的に足りないね。OK っす。
まあこんな感じですかね。まあ全体的に、1ステージ目、2ステージ目に比べたら難易度は上げてあると思います。